めちゃめちゃイケてるわなくウィアー <laughs> えー、モンドセクションポッドキャストちょっと、えー、先週に引き続きめちゃイケ特集ということで <laughs>、ね、俺たちのめちゃイケを語っていこうかなと <laughs>、えー、思いますねメッセージもねいただいてるんですよポッドキャスト用にね あのポッドキャストの方にメールを送る場合は懸命にポッドキャストを書いて、えー、メアドアナジモンドアットマークディジェスベスト .com に送っていただきたいんですけども、えー、藤枝氏ンネームまめくり3年、かき8年、かり8年からいただきました、えー、めちゃイケで好きだった回。 まだ初期の頃の加藤浩次さんが金槌なのに海でジェットスキーにつながれた浮き輪に必死にしがみついて引っ張られるやつです <laughs> 落ちたら泳げなくて覚えてしまうからなのか回転しようがジャンプしようが絶対に手を離さないのが面白かったです <laughs> わあ覚えてるな覚えてんーえー今だったらどうなのかな怪我させたらどうすんのみたいなになってんのかないやめちゃくちゃおもろかったよね加藤さんも あのさ加藤さんと山本さんの喧嘩ってあれどっからだっけかなんか七福神みたいなので喧嘩してたのは覚えてんだけどねいつの間にかもう定番でねあれがオチになるみたいなあったけどねああでもやっぱり「ナイナイフリークだったら俺らからすると俺からするとあのいわゆるこうよい子さんとか極楽さんとかあとえー 雛形晃子さんの企画ってちょっとなんかなんていうかな大丈夫かなみたいな最初あったんだよねやっぱないな岡村さんがやっぱボケ担当してほしいなみたいなのあったんだけどなんかまあまあコントとかはね他のメンバーもめちゃくちゃ面白いですけどいやーもろかったな加藤さんのやつねちょっとまだまだ来てますよえー、ボキ金ネームミランダ・トウさんえー、めちゃゆけ同世代ですめちゃゆけ初期の 小西さんというコントを鮮明に覚えてます。はい。小西ですけどっていうね。えー、というのも僕は幼い頃から体毛が濃かったので、周りから小西ですけどとよくからかえてました。なんか多分、当時めちゃいけをやってたスタッフさんなのか、フジテレビの社員さんなのかわかんないけど、体毛が濃くて、小西さんって方が、あ、作家さんなのかないて、 で多分小西ですけどっていうのは口癖がでそれをそのままコントにして岡村さんがやってたっていうねおもろかったな今思うと何がおもろいのかわかんないんだけど当時めちゃくちゃおもろかったのよ小西ですけどっていうね、えー、めちゃくちゃ岡村さんも大好きだったけど当時は嫌な気持ちでしたというねあ俺はえみんな好きなコーナー何 <laughs> 飲み会見たくなっちゃった えっと、三つ、あ、みは三つですね。当時まだ、えー、オアシスでも、えっと、働きながらちょいちょい仕事してた OL をやってた大久保さんが、なんだっけかななんだっけかな台湾人のマッサージ師みたいな役で、イケメン俳優とかアイドルに、自分が作ってきた、あの、キュウリの酢の物を、 ハッパーから出して手で絞って食わせるっていう。<laughs> ちょっ,と待ってなって何それ <laughs> あったんですよ。あったんだよね。だからまあ何つうのかなう逆セクハラというかまあ今では今だったらもうストレートにセクハラなんだけど。<laughs> <laughs> マッサージして疲れを癒やすみたいなイケメンの疲れを癒やすみたいなコーナーだったよねマッサージしていくうちにあのお久保さんもテンション上がっちゃってそうなんかこう自分のスカートの中見せたりとかいやあの自分で作ってきたキュウリの酢の物手で絞るの気持ち悪かったな食わすんだもんあれめちゃくちゃ面白かったよね、はあ、あごめんみんみな分かってる <laughs> あのまあ、全然知らないよという方はそんなことがあったんだじじいどもっと思ってください、うん <laughs> えー、もういつぐらい行こうかなせっかくだから「ちんんソーセーセジモンドさん T ちゃんコンボッキーですめちゃイケ」は、えー、全身の「めちゃモテ」から見ていたので思い出はめちゃくちゃあるんですけども、えー、確か「深夜で飛ぶ薬」っていう番組あってめちゃモテめちゃイケだよね、うん、一番好きだったのはよい子浜口さんの「笑う男」です 笑っていいのは、えー、ボケ倒す浜口さんだけで他は我慢しないといけないというネタでめちゃくちゃ笑う浜口さんが軽快で大好きでした何だろうなあの誘い笑いをもうコントにしちゃったっていうね俺らそれね真似てねなんかそういうコントを作ってやったんだけどめちゃくちゃ面白いね えー、今は DVD や FOD でもめちゃイケ見ることができるみたいなんで興味があればぜひあ FOD で見えるんだ確かフジテレビ系のサブスクだよね FOD でねあいやもうこれこれ入ったら終わっちゃうよもう <laughs> もう全部じゃんそしたらサブスクうわ見てえなーめちゃイケまた見たくなってきたねちょっとまだあれば あのめっちゃイケこんなんありましたよとかモンドこれ覚えてるってのあれば、えー、また送ってきてくださいあのー、ポッドキャスト用にね送ってきてくださいモンド・オット・マーク d ベス s b s c o m で待ってます。